一から学ぶ中学研算数。今回は第8回、鶴亀算の応用編、佐野鶴亀算をやっていきます。ということで、今日やる鶴亀算の問題はね、よく入試とか、あと塾のテストで応用問題として出てくる鶴亀算です。でね、これが佐野鶴亀算やつなんだけど、みんな知ってるかなうん、知らない人もいると思うから、まずはね、佐野鶴亀算ってどういう問題なのかということから説明していくね。 そして今日は例題1問だけ使ってね、解き方も確認していきます。じゃあ行くよ。はい。じゃあね、佐野鶴亀山ってどういう問題ということなんですが、まずはみんな、普通の鶴亀山ってどういう問題だったから、うん、確認するよ。はい。丸1。普通の鶴亀山、どういう問題だったかって言ったら、2つ以上のものについて。例えばね、鶴と亀とかね、あとは鉛筆とボールペンみたいにね、2つ以上のものが出てきたよね。 そして、2種類の合計が分かってる問題のこと。これをね、鶴亀さん言ったよね。はい、ポイントはね、2種類の合計。はい、これが分かってるということでした。例えばね、鶴と亀の問題だったら、足の合計、そして頭の合計。こんな風にね、2種類合計分かってたよね。鉛筆とボールペンの問題だったら、本数の合計。 そして、大金の合計っていうふうにね、2種類の合計が分かってました。はい、覚えてるかなはい、じゃあそしたらね、今日やる、サノツルカメさんって。じゃあどういう問題なのって言ったら、これも同じように、2つ以上のものについて。だからね、ツとカメとか、鉛筆とボールペンみたいに、今回もね、2つ以上のものが出てきます。そして、分かっていることが何かって言ったら、合計。そして、 もう一つが、差が分かってる。合計と差が一種類ずつ分かってる問題のこと。これをね、差のつるかめ算と言います。いいかな今までは合計が2種類分かってたんだけど、今日やる問題はね、合計は1種類だけ。そして、差も1種類だけね。OK。この合計と差が分かってる問題のことをね、差のつるかめ算と言います。いいでしょうか じゃあね、まあ、実際の問題見てみた方がわかりやすいと思うから、例題の問題見てみるね。いくよ。例題。1個50円のみかんと1個70円のりんごを合わせて40個買ったところ、みかんの代金がりんごの代金より200円高くなりました。この時、みかんとりんごをそれぞれ何個買いましたかという問題です。みんな、合計と差が1種類ずつ出てきたの分かったかな うん、確認するね。まず、合計って何だったかって言ったら、そう、40個ね、みかんとりんご、合計で40個買ったよ。はい、分かってたよね。そして、差はって言ったら、そう、この200円だね。みかんの代金とりんごの代金の差が200円だよ。分かってたよね。はい、こんな風に、合計と差が分かってるのをね、差のつるかめ算と言います。OK? じゃあ先生、差のつるかめザね、分かったけど、えじゃ、どうやって解けばいいのということで、それがね、今日のポイントになります。ということで、ポイント。差のつるかめザの問題、こんな問題出てきたら、どうやって解けばいいかって言ったら、これ、解き方は、計算で解くと。いうことです。どういうことかって言ったらね、みんな普通のつるかめザって、計算でやるやり方と、面積図でやるやり方。 二つあったよね。うん。だけど、佐野鶴亀カっていうのはね、もう計算で解くやり方しかありません。面積図もね、書けないことはないんだけど、書いてね、解こうとしたらね、めちゃくちゃね、ややこしくなります。だから、もう面積図では解かない。もう計算だけで解くようにしてください。OK。ということで、じゃあ、佐野鶴亀カどうやって計算で解いていくかって言ったら、実はこれ。 普通の鶴神算と解き方、全く同じです。以前のね、先生鶴神算の計算編で説明したやり方。はい、これそのまま、丸一丸二丸三丸四と。全く同じこと書いてます。だから簡単だね。普通の鶴神算と全く流れが同じ。ただ、一個だけね、この先生が赤色で空欄にしてるとこ。一箇所だけね、注意することがあるから、それをね、ちょっと例題の問題解きながら、この注意するところを確認していくね。 はい。じゃあ行くよ。はい。ということで、普通の鶴神山と同じ。最初にやることは、丸一。全部どっちかだけにしてください。はい。ということで、今回の問題。みかんとりんごね。はい。この二つ買いましたよってことだけど、もうどっちかだけ。うん。だ、例えば、もうみかんだけ40個買いましたよ。というふうに考えてみるんだね。はい。ということで、書いとくね。はい。ということで、みかんだけ40個買ったら、みんなどうなるかな。 そうだね。代金はって言ったら、みかん1個50円だったから、それを40個買うんだから、代金はいくらになるかって言ったら、そう、50×40 で計算できるね。はい、計算していこう。1個50円。それを40個買ったから、はい、40倍すればいいよね。はい、計算すると、これが2000円と、わかります。いいでしょうか。ということで、 代金はね、2000円になるということなんですが、はい、もちろんこの2000円っていうのは、みかんだけ買ったからね。みかんの代金だよね。みかんの代金。みかんって書いておくね。じゃあちなみにみんな、りんごの代金っていくらになったのそうだよね。りんごって買ってないからね。全部みかんだから、りんご買ってないね。だからちなみにりんごはって言ったら0円。ね。りんごは0円。 つまり、みかんだけね、40個買ったとしたら、みかんとリンゴの代金比べるとどうなってるって言ったら、そう、もちろん。はい、みかんの方が、リンゴよりも、そう、2000円高いってことだね。はい、書いておくね。みかんが、リンゴより、はい、今は2000円高いという風になってます。ここまでいいでしょうか OK? はい。ということでね、みかんだけ40個買ったってしたら、みかんの方がね、りんごより2000円高いとなりました。はい。そしたらじゃあ次。次にやること。丸に。はい。次は何をするかって言ったら、そう。普通の鶴亀さんと同じ。丸に。本当との違いを考えてください。うん。本当はどうならないといけないのって言ったら、そう。問題に書いてあったね。みかんの代金が、りんごの代金より、 200円だけ高くならないといけないんだね。OK? みかんがりんごより200円高くならないといけない。じゃあ今ね、全部みかんだけにしちゃってるけど、今どうなってるって言ったら、みかんがりんごより2000円も高くなってるよね。OK? 本当はね、200円だけ高くなればいいのに、今は2000円も高くなっちゃってる。お、ということは、違いはいくら違いがあるって言ったら、そう、違いは、 書いておくね。本当との違い。いくらですかと。言ったら、この2000円と200円。比べればいいから。そう。2000引く200をして、はい。違いは1800円もあるね。はい。いいでしょうか。ということでね。今、1800円も違いがあるから。 はい、この1800円っていう違いを縮めないといけないね。縮めないといけない。この違いを縮めないと、はい、皆さんはいけないです。ね、今2000円も高くなっちゃってるから。はい、200円だけ高いよってするために、違いのね、1800円分ギュンって縮めないといけないね。はい、ここまでいいでしょうか。はい、そしたらじゃあ次、丸三番。じゃあ、どうやってね、この1800円の違い、 縮めないといけないかって言ったら、はい、次にやるのは、丸さ。まずは、1個だけ交換するんだね。うん。今、全部みかんだけになっちゃってるから。みかん1個だけ、りんご1個に交換すればいいんだね。はい、ということで、みかん1個。はい、これを、りんご1個に交換してください。いいでしょうか。はい、ということで、実はね、 この差の鶴さん気をつけるのはこの丸三番のところなんです。はい。ここでね、みかん1個をリンゴ1個に交換したら、みんなどうなるって言ったら、はい、差はどのくらい縮まっていくかな。うん。これね、普通の鶴さんの時と同じように。ね、みかん1個50円だったから、それを70円に変えるって言ったら、値段がね、20円変わるから、20円ずつ縮まるんじゃないかな、してしまう人がいるんだけど、これ実は間違いなんです。 ということで、この丸三番のとこね、どうやって考えたらいいかって言ったら、先生分かりやすいように数字のメモリで、よいしょ、ここに書いてね、説明するね。はい、いいかな。はい、そしたらね、はい、今、みかんの代金とりんごの代金、2000円高かったよね。だから先生、ここ、みかんの代金。みかん。代金。そして、こっちの左側に、 リンゴの代金って書いておくね。リンゴ代金。はい、ここまでいいかな。で、今、みかんとリンゴの代金。ここからここまでがね、2000円違うんだね。2000円。はい、離れてますよ。ね、2000円ね、違うよ。ここまでいいでしょうか。はい、そしたら、はい、今からみかん1個を、リンゴ1個に交換するんだね。 はい。じゃあ、この代金の違い、どうなっていくって言ったら、まず、みかん1個。はい。これがなくなるから。みかん1個なくなったらみんな、みかんの代金ってどうなるかな。そうだね。みかん1個50円だったから、50円なくなると、当然、みかんの代金、50円減るよね。はい。じゃあ書いとこね。みかんの代金、ビュイーンと。はい。50円減ります。50円、はい。左に行く。そして、 りんご1個増えるんだよね。りんご1個増えたらみんなどうなるかな。そうだね。りんご1個って70円だったから。りんごの代金はって言ったら、そう、ぎゅーんと。りんごの代金は70円増えます。いいでしょうか。ということで、はい。このみかんとリンゴの代金。ね。2000円今違うけど。1個交換したらどうなる差はどうなる言ったら、そう。 ギューンと縮まった分っていうのは、この50円縮まって、さらに、こっちの70円分もギューンと縮まるから、そう、縮まったのは50、50たす70の120円分縮まるってことね。OK、いいでしょうか。ということで、もうこれは、え、算数苦手な人とかは特にね、もう解き方、覚えててもいいよ。ということで、丸三番。1個だけ交換したとき。 差はどのくらい縮まるかって言ったら、はい、ここ、計算するときは、足し算で計算してください。オッケー、足し算になる。はい、つまりさっき言ったようにね、差は50円、70円合わせた120円ギョイーンと縮まるから、はい、1個交換すると50、50たす70の120円縮まる。 オッケー、はい。ここがね、足し算になるっていうことね、気をつけてください。いいかないいでしょうかはい。そしたらここまでできたら、はい、最後。丸四番です。丸四、はい、最後にやることはね、この丸二と丸三を使って求めていくんだね。はい、つまり丸二で分かったのは、今から1800円分縮めないといけない。で、1個だけみかんをリンゴに交換したらね、120円縮まります。 じゃあ、何個交換すればいいかわかるよねうん。1800円縮めるために。1個交換したら120円ギューンって縮まる。も、もう1個交換したらまた120円ギューンって縮まる。じゃあ、何個交換すればいいのっ言ったら、そう。1800÷120 すればいいよね。はい。ということで、1800÷120 をしてください。はい。計算すると、これが10。 5となるはずです。いいでしょうかつまり15個交換すればいいということだよね。いいかなみかん15個をりんご15個に交換すればいいってこと。はい、つまりこの15個っていうのはもちろん、そう、りんごの個数になるよね。いいかなみかん15個。りんご15個に変えたんだからね。りんごが15個今できたよということ。はい、そしたらもう一つのみかんは言ったらもう簡単だね。 全部で40個だったから。40個のうち15個がリンゴです。じゃあ、みかんはって言ったらそう。40から15引けばいいもんね。はい。40引く15をして。はい。答えが25個となります。はい。ということで、はい。みかんは。はい。みかんは25個ということです。はい。ということで、リンゴ15個。みかん25個ね。 はい、これが答えね。はい、できたでしょうか。ということでね、この差のつるかめ座、気をつけるのはね、この丸3番。1個だけ交換した時に、どのくらい差が縮まるかってこと。はい、これを出す時にね、ここ足し算で考えないといけないっていうのは、もうめちゃくちゃよく間違いやすいからね。はい、ここ気をつけておいてください。 いいでしょうかということで、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。引き続き頑張って毎日配信していきますので、これからもご視聴よろしくお願いいたします。1点でも2点でも皆さんの算数の点数がね、上がるように、そしてみんなが少しでも算数好きになるようにね、頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで、また次回の授業でお会いしましょう。さよなら。